何かここは太陽ケアをいざなってこようというんでしょうか。迂闊には飛び込み体勢作りません。太陽ケアであります。組んでから、さあ今度はニュートラルコーナー、思いっきり押し込んでまいりました。ゴールドバーグ兄がビッグフレアの知人で WCW の虎の穴と言われた道場パワープラントに入門し、97年9月22日ソルトレイクシティでのヒューモラス戦でデビューを飾りました。得意技はジャックハマーで激勝、以後無敗の連勝街道をひた走り、ついには98年7月6日アトランタのジョージアドームで当時の WCW 世界ヘビー級チャンピオンのハルク・ホーガンを破り、堂々たる勝利を飾りました。当時の主力選手でありましたシッド・ビシャス・スティングもこの男には全く歯が立たなかったということです。滑殺自在の攻め、さあこちら太陽系はどうするか。飛んでこいよ、これが受け止めてやる、さあ来いよという体勢作ってゴールドバーグ、肩口から当たってくる、192cm115kg のゴールドバーグ、ならばお前が飛べよという体勢、至近距離からいったゴールドバーグ、さあエプロンからリングした。アメリカンプロレスを代表する選手といっても過言ではありません、このビル・ゴールドバーグ。昨年崩壊したあの WCW を後半支えてまいりましたのはこの男ゴールドバーグといっても過言ではありません。大沢さん、まあ、昨年のですね、残念ながら春には WCW 崩壊しました、はいはい、しかし崩壊寸前まではこのゴールドバーグいろいろとですね激闘を展開してまいりましたけれども、そうですね、そのゴールドバーグ、そして太陽ケア、リングの中央でもって回り込んでこようという体勢を作っています。スライディングしてバックに回りました、太陽ケア、さあ投げるんでありましょうか。ベスケープゴールドバーグ、昨日と違う入り方ですよね、うん、そうですよね、はい、ベスさん、はい、やっぱりゴールドバーグ見せますね、技の仕方のタイミングも絶妙なことね、出実冒険このゴールドバーグ、ロープに手を置いてボディを蹴りました、至近距離から来る、この体勢からゴールドバーグストレッチマスターか、抱え上げていって思いっきりゴールイン、そうですね、叩きつけるんじゃなくて今日は後方にね、うん、投げましたよね、ゴールドバーグ、昨日の対戦を終えた後に俺のふるさとはこの王道マットと語りました。おそらく今日の対戦を終えましてからもまだまだこのブルーの大海原をその両の足で登場することは間違いありません。ゴールドバーグ手を掲げた、昨日は連携ネックブリーカで小島その人を破りました、そしてバックから、あー読まれてますね、完全に読んだゴールドバーグ、さあ来いよという感じで作っています、打撃戦の構えですね、そうですね、ゴールドバーグ来いよという感じで作っています、わざと脇腹を開けた、そして朝廷から何かここは太陽ケアをいざなってこようというんでしょうか。迂闊には飛び込み体勢作りません。太陽ケアであります。組んでから、さあ今度はニュートラルコーナー、思いっきり押し込んでまいりました。ゴールドバーグ兄がビッグフレアの知人で WCW の虎の穴と言われた道場パワープラントに入門し、97年9月22日ソルトレイクシティでのヒューモラス戦でデビューを飾りました。得意技はジャックハマーで激勝、以後無敗の連勝街道をひた走り、ついには98年7月6日アトランタのジョージアドームで当時の WCW 世界ヘビー級チャンピオンのハルク・ホーガンを破り、堂々たる勝利を飾りました。当時の主力選手でありましたシッド・ビシャス・スティングもこの男には全く歯が立たなかったということです。滑殺自在の攻め、さあこちら太陽系はどうするか。飛んでこいよ、これが受け止めてやる、さあ来いよという体勢作ってゴールドバーグ、肩口から上がってくる、192cm115kg のゴールドバーグ、ならばお前が飛べよという体勢、至近距離からいったゴールドバーグ、さあエプロンからリングした。アメリカンプロレスを代表する選手といっても過言ではありません、このビル・ゴールドバーグ。昨年崩壊したあの WCW を後半支えてまいりましたのはこの男ゴールドバーグといっても過言ではありません。
大沢さん、まあ、昨年のですね、残念ながら春には WCW 崩壊しました、はいはい、しかし崩壊寸前まではこのゴールドバーグいろいろとですね、激闘を展開してまいりましたけれども、そうですね、そのゴールドバーグ、そして太陽ケア、リングの中央でもって回り込んでこようという体勢を作っています。スライディングしたバックに回りました、太陽ケア、さあ投げるんでありましょうか。スケープ、ゴールドバーグ、大沢さん、昨日と違う入り方ですよね、うん、そうですよね、はい、ベスさん、はい、やっぱりゴールドバーグ見せますね、技の仕方のタイミングも絶妙なことね、出日冒険プロゴールドバーグ、ロープに打っておいてボディを蹴りました、至近距離から来る、この体勢からゴールドバーグストレッチマスターか、抱え上げていって思いっきりゴールレイター、そうですね、叩きつけるんじゃなくて今日は後方にね、うん、投げましたよね、ゴールドバーグ、昨日の対戦を終えた後に俺のふるさとはこの王道マットと語りました。おそらく今日の対戦を終えましてからもまだまだこのブルーの大海原をその両の足で登場することは間違いありません。ゴールドバーグ手を掲げた、昨日は連携ネックブリーカで小島その人を破りました、そしてバックから、あ、読まれてますね、完全読んだゴールドバーグ、さあ来いよという感じで作っています、打撃戦の構えですね、そうですね、ゴールドバーグ来いよという感じで作っています、わざと脇腹を当てた、そして朝廷から何かここは太陽ケアをいざなってこようというんでしょうか、迂闊には飛び込み体勢作りません、太陽ケアであります、組んでから、さあ今度はニュートラルコーナー、思いっきり押し込んでまいりましたゴールドバーグ、兄がビッグフレアの知人で WCW の虎の穴と言われた道場パワープラントに入門し、97年9月22日ソルトレイクシティでのヒューモラス戦でデビューを飾りました。得意技はジャックハマーで激勝、以後無敗の連勝街道をひた走り、ついには98年7月6日アトランタのジョージアドームで当時の WCW 世界ヘビー級チャンピオンのハルク・ホーガンを破り、堂々たる勝利を飾りました。当時の主力選手でありましたシッド・ビシャス・スティングもこの男には全く歯が立たなかったということです。滑殺自在の攻め、さあこちら太陽系はどうするか、飛んでこいよ、俺が受け止めてやる、さあ来いよという体勢を作ってゴールドバーグ、肩口から上がってくる、192cm115kg ゴールドバーグ、ならばお前が飛べよという体勢を、至近距離からいったゴールドバーグ、さあエプロンからリングした、アメリカンプロレスを代表する選手といっても過言ではありません、このビル・ゴールドバーグ、昨年崩壊したあの WCW を後半支えてまいりましたのはこの男ゴールドバーグといっても過言ではありません。大沢さん、まあ、昨年のですね、残念ながら春には WCW 崩壊しました、はいはい、しかし崩壊寸前まではこのゴールドバーグいろいろとですね、激闘を展開してまいりましたけれども、そうですね、そのゴールドバーグ、そして太陽ケア、リングの中央でもって回り込んでこようという体勢を作っています。スライディングしたバックに回りました、太陽ケア、さあ投げるんでありましょうか、レディシート最速を決めた、膝を決めた、どうか、サードのフェスケープ、ゴールドバーグ、大沢さん、昨日と違う入り方ですよね、うん、そうですよね、フェスさん、はい、やっぱりゴールドバーグ見せますね、技の仕方のタイミングも絶妙なことね、出日冒険プロゴールドバーグ、ロープに打っておいてボディを蹴りました、至近距離から来る、この体勢からゴールドバーグストレッチマスターか、抱え上げていって思いっきりゴールレイター、そうですね、叩きつけるんじゃなくて今日は後方にね、うん、投げましたよね、ゴールドバーグ、昨日の対戦を終えた後に俺のふるさとはこの王道マットと語りました。おそらく今日の対戦を終えましてからもまだまだこのブルーの大海原をその両の足で登場することは間違いありません。ゴールドバーグ手を掲げた、昨日は連携ネックブリーカで小島その人を破りました、そしてバックから、あ、読まれてますね、完全読んだゴールドバーグ、さあ来いよという感じで作っています、打撃戦の構えですね、そうですね、ゴールドバーグ
削っています。わざと脇腹を開けた。そして朝廷から